日本音響エンジニアリングの佐竹康と申します。よろしくお願いします。今回ご紹介しますのは NES モニタースピーカーシステムという NHK さんの高音質モニタースピーカーとしても選ばれているスピーカーシステムと、アコースティックグローブシステムという新しいルームチューニング材の比較試聴をしていただいております。今まではですね、モニター環境、スピーカーを再生するような環境でどのような変化が現れるかというのを比較視聴していただいたんですが、今年はそれを演奏者の空間ですね、例えばスタジオの中ですとかホールの中、そういったところでどのような反応を示すかというのを実際に聞いていただいてご体感いただこうということで、ちょっと演者を用意しまして、バイオリンとクラリネットのデュオを演奏して、その拡散体のありなしをですね、比較視聴していただくという催し物を企画しております。この AGS の音場体験というのをですね、深く皆さんに知っていただきたいということで、この単品の AGS の商品、アンクという商品なんですけども、こちらをお貸し出しもしてますので、ぜひご興味のある方は弊社までご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。